日程第16、議案第106号、指導路線の認定についてから、日程第18、議案第108号、指導路線の変更についての3議案を一括して議題といたします。提出者から提案理由の説明を求めます。市長。議案第106号から108号までの3議案について一括して提案理由を申し上げます。伊豆縦貫自動車道天城下道路が、新年1月26日に供用開始となることが公表されました。この天城下道路の区域決定に伴う指導の認定外を行うものでございます。議案第106号は道路法第8条第1項の規定により指導の路線を認定するものです。議案第107号は道路法第10条第1項の規定により指導の路線を廃止するものです。議案第108号は道路法第10条第2項の規定により指導の路線を変更するものとなっております。詳細について建設部長に説明をさせます。これをもって提案理由の説明を終わります。提案理由の説明に関して補足説明の申し出がありますので、これを許します。建設部長。それでは、議案第106号から108号につきまして補足説明をさせていただきます。まずこの本3議案は、今市長が申しましたように国土交通省が行う天城北道路の区域決定に伴い天城北道路の敷地内に指導式等が入ることから国土交通省の区域決定に合わせ告示する必要が生じたため認定外するものでございます。なお3議案は関連した案件となりますので議案ごとに図面は添付せず一括してありますのでご了承願います。まず議案書157ページ、図面は160ページになります。お願いします。まず議案第106号指導路線の認定でございますが、指導総原下町中丸線、緑色の、路線になります。この認定になります。これは天城北道路の建設発生度の処理に伴う大平地区の再補助整備に伴い新設された道路で、市道大平日向線、図面でいきますと一番右端になりますけど、そこから、北に向かい天城北道路の下を西方向に行き終点を加納川までとするものでございます。これは天城北道路の用地と加納川の間に民地と私有地が残っているためここを終点といたします。次に議案107号指導路線の廃止について説明します。2路線の廃止をお願いするものでございます。164ページをお願いします。まず図面番号1番になります。黄色の、で枠が黄色に塗ったところですね。枠内が黄色になっております。指導萩原総原下町線の廃止につきましては、天城北道路の建設発生度の処理に伴う大台地区の再補助整備に伴い廃止するものでございます。次に、市道妙義坂追い回し線ですが、位置図は159ページの、7番、右の上になりますけど7番になります。詳細は163ページをご覧ください。これは、佐野の梶山から東和ビレッジまで通じるいわゆる里道を認定してありましたが、天城北道路により分断されて通行不能となったことから廃止するものでございます。なお廃止、
廃止後は法定外道路として管理いたします。廃止路線の説明は以上になります。最後に議案第108号の指導路線の変更について説明いたします。4路線の変更をお願いするものでございます。まず164ページをお願いします。図面番号5番と図面で一番左になりますねの指導小野田中丸線は変更前は図面の通り北側加納川まで接する箇所を終点としておりました。再補助整備に伴い大平日向線の下を通過できなくなったことと変更前の終点が天城北道路の建設に伴い通行不能になったことにより終点を大平日向線の手前外矢印を置いてありますけどそこにするものでございます。なお大平日向線の北側道路今青い部分になりますけどこれにつきましては再補助整備の完治処理が終わるまで法定外道路として管理いたします。次に相原線について説明いたします。160ページをお願いします。図面番号は2番になります。右の上ですね、天城北道路のすぐ下になりますけど、起点側の変更を、新設認定をお願いしております相原下町中丸線この緑の部分に接道させ天城北道路の下を並行して加納川の手前の回転広場、一番右になりますけど赤くなったところまでの路線ということに変更いたします。次に、指導萩原原線につきまして、164ページをお願いします。図面番号4番の箇所で、議案第107号で説明した通り萩原、相原下町線この青い色の廃止に伴い、起点を大平日向線に接するのでございます。最後に指導根本片山線の変更については図面159ページの図面番号6番になります。詳細につきましては、167ページ168ページになります。まず168ページをお願いします。起点側、県道自然寺天城東線側の方ですけれども、そこから拡幅工事が実施され拡幅された赤色の部分と167ページの黄色い部分の一部指導を天城北道路の建設に伴い付け替えにより完成した赤色の部分に変更し終点を167ページの図面の一番上東側ですけど図面上までするものでございます。以上3議案の補足説明を終わります。よろしくお願いします。